1925年イタリアのトリノ、麻痺してたるんだ下肢、反射能力の停止、気だうぎれの麻痺、脊椎の変性のためにベッドに座ることができない。横隔膜の麻痺が始まると不規則な呼吸が起こる。あなたのお父様は何と言ってるんだい？父は我を忘れて二人目の医者を呼んだの。兄に熱や嘔吐があったことを私たちは気がつかなかったのです。たった一人の今まで一度も病気になったことのない息子は常に完全な健康体でした。突然5日後に彼は死んでしまいましたが、最悪なのは家族のうちの誰も気がつかなかったことです。その同じ時に同じアパートの部屋でピエール・ジョルジオの祖母が高齢で死にかけていました。当然ながらすべて周りの人々は祖母の看病に関わりました。ピエール・ジョルジオはアスピリンを与えられていましたが、家族の態度は問題があるときに邪魔をしないでくれというものでしたが、彼が危篤の祖母に祈りに行ったとき、家政婦でさえ彼が2度転ぶのを見て、それでも彼は何も言いませんでした。家族が気がついたのは彼の死のわずか1日前でした。私が死ぬ日は私の一生のうちで一番美しい日になるでしょう。ピエール・ジョルジオ・フラサッティは貧しい人々がかかるポリオの結果24歳で亡くなったのです。この世で彼が最後にしたことは、紙の端に小さい言葉を不安定な書き方で走り書きにすることでした。そこで彼は親しい友人に次のことを訴えています。彼は貧しい人々のために注文し支払っていた薬を取りに行くことを頼んだのです。彼が最後に行ったことは貧しい人々に対することでした。私たちはピエール・ジョルジオが子供の時から貧しい人々を助けていたことを知っています。敬服たくましさが運命づけられていました。彼は何よりもまずキリストを選びました。ピエール・ジョルジオは妹の私ルチアナより1年前の1901年4月6日に生まれました。私たちの父アルフレド・フラサッチは自由主義の新聞ラ・スタンパを創立したディレクターで、後に上院議員、そしてドイツの大使になりました。私たちの母アデライド・アメチスは成功した画家でした。私たちはトリノのアパートと山のふもとにあるここポローネの素晴らしい家で成長しました。私たちは10歳と9歳で学校へ行くまでこの2つの家で育てられました。ピエール・ジョルジオと私の母は大変厳しい教育を受けました。すべてのことは禁じられ、わがままをすることはできませんでした。一度山に行った時、ピエール・ジョルジオは喉が渇いたと思い切って言いましたが、彼の母はあなたの口に唾がありますよと答えました。そのようなことが彼の性格と意志を強くし、そのしつけは彼の性格形成にとってとても重要であったと私は考えます。彼は父親との関係があまりうまくいきませんでした。彼が子供であった時の
父からの特別の手紙は、父の仕事へと彼を引っ張り込み、彼の成績評価には全く優しい言葉も積極的な激励もありませんでした。すべてが徹底的な非難でした。私は18歳の時にピエール・ジョージオと知り合いになったジャン・マリー・ベルティニーです。ピエール・ジョージオを取り巻く苦しみと不幸に対する思いやりは、あらゆる種類の物語によって伝説に残るように描かれています。私が話すことができるのは、彼がまだとても幼かったある日、一人で家にいた時のことです。一人の女性が小銭を声に来ました。当惑した彼は、すぐに自分の靴と靴下を脱ぎ、あなたの子供たちにどうぞと言って、物乞いの女性にすべて渡しました。第一次世界大戦が勃発した時、私たちはまだ子供で、平和の緊急の必要性が彼の10代の多くの手紙の中に変わらず繰り返し語られています。1921年、彼の父がベルリン大使に任命された時、彼は戦争で打ちのめされた人々の顔に出会いました。ドイツ人たちの苦しみと貧困は彼の心を動かし、敗北者の側につきました。戦後、そしてベルサイユ条約の破滅的な解決は、この若者にひどい悲しみをもたらしました。この不公平な解決がいかにして平和へ貢献することができたのでしょうか。結果として彼は、平和のうちに解決することは人間によってではなく神によってなされることだとついにはっきり理解しました。神の許しが愛の最も満ちた行動なのです。あなたは戦争を終わらせるために命を捨てられませんか。まさか私が。私は若くて、私の命は兵士の命より価値があるのよ。僕は僕の命をもう今から捧げる用意があります。彼は平和のためにいました。彼は平和主義者ではなく平和そのものでした。1914年の戦争の頃、彼は不幸な人々や死につつあった兵士たちによって本当に大きな打撃を与えられました。彼は家政婦にも尋ねました。君は戦争をやめるために自分の人生をあげる？彼女は、いいえ、私はまだ若いですと答えました。14歳のピエール・ジョルジョは、僕は自分の命をすぐにあげると言いました。それは真実でした。1914年、ピエール・ジョルジョはトリノのイエズス会の中学に入学を許可されました。彼は聞いた通り自分の信仰を実践し過ごすことができました。17歳に彼はトリノの理工科学校に入学し、鉱山学を専攻しました。ジョルジョの学業は、私たちの両親にとっては循環する失望の種で、特にパパは未熟な無頓着だと確信していました。母としては、私たちの父によって主権を築いた新聞ラスタンパ社の後継者として息子を見ることを断念するようになっていました。あなた自身に関しては、あなたは何も成し遂げないでしょう。しかし、もしあなたが自分が行うすべてのことの中心に神を置くなら、目的地に到達することになるでしょう。彼の父がドイツ大使に任命された1921年、ピエール・ジョージオは未来の神学者カール・ハネーと知り合いになりました。ピエール・ジョージオはその町で最も貧しい居住地の救済に来ました。彼はまた学生たちと労働者たちが共に集まる会合を見つけ、その中に入っていきました。彼はまだ一般信徒の生活と司祭として奉献する間で悩んでいたかもしれません。私は司祭にはなりません。この辺りでは彼らは人々と触れ合っていませんから、炭鉱労働者の側に立った族人として、私はもっと役に立てるでしょう。私は炭鉱労働者たちの中にあって、キリストにますます自分自身を捧げるために鉱山技術者になるのです。神に奉献するという彼の願望は18歳で果たされ、ジェローム修道士の名でドメニコ会の男参観に属しました。彼は崇拝していたドメニコ会修道士ジェローム・サボナローラに敬意を表して、ジェロームという名を選びました。聖トマス・アクイナスと特にシエナの聖女カタリノの著書がピエール・ジョージョに深い影響を与えました。それで人は彼の人生の精神を見ることができ、そしてピエール・ジョージョがドミニコ会とイエズス会とで異なる接触のために、いかに寛大な感覚を持って教会生活を生きたのかを理解することができます。その人生はキリストに根を張っていたからだけではなく、奇跡にも養われたものでした。彼は毎日聖体をいただく資格を与えられていたため、1ヶ月ぶりに彼の母のもとに戻りました。それは彼の大きな喜び、大いなる自由でした。彼の日常の中心、彼の人生と使徒職の原動力、聖体への愛は決して彼から離れることはありませんでした。
ピエール・ジョージョについてあまりよく知られていないことがあります。ピエール・ジョージョは芸術の友でした。驚くべきことに彼は芸術については情熱的でした。絵に才能のある彼の母は現代美術国際展覧館であるベネチア・ビエンナーレに出展しました。そして彼女の作品の何点かは宮殿に展示されました。彼自身美術館が大好きでしたし、音楽を聴きにコンサートにも出かけました。旅行するときは可能な限り美術館を訪れました。彼はとても芸術に興味がありましたが、このことはあまりよく知られていません。彼は父や兄たち、祖母にそれぞれ多くの手紙を書きました。彼の手紙のやり取りの中で旅行についても多くを語り、彼が行った国と自身の国における文化的生活にとても開かれた目を持った少年であったことが分かります。ピエール・ジョージョ少年は自身を向上させることの好きな少年でした。学生のピエール・ジョルジョは彼の信仰と情熱を友人たちとの集まりで共有しました。そして社会的で政治的レベルの活動の中に身を投じました。家族への愛情に次いで最も美しいものの一つは友情です。私はとても善良な男性の友人たちや、私の生涯を通じての大切な友人たちとなっている女性たちを私に与えてくださったことを毎日神に感謝しなければなりません。1919年に若い学生として彼はイタリアのカトリック学生の大学連盟のメンバーとなり、セザーレ・バルボサークルに参加しました。彼はまたサン・バンサンド・ポール協議会にも参加し、オーロッパの巡礼地に行きながら自ら進んでロザリオの祈りを捉えることにますます愛着を覚えました。取り巻きが多く、彼は後に身近な友人たちとのグループをいかがわしい奴らと名付けました。私たちはあだ名を持っていました。一緒に山野を歩き回り、お互いに助け合っていました。ジョージョはいつかそれぞれを待ち受けている契約によって、この友人たちのサークルの避けられない終わりのことを懸念していました。しかし、深く結ばれた友情の絆は切れないでしょう。マルコ・ベルトラモは彼の最も親しい友人でした。彼は航空学の勉強をしていました。議長と呼ばれたクレマンティナ・ルオットはグループのリーダーでした。通称英国人のエルネスティナ・ボネリはロンドンへの旅行の後、遠足の責任者になりました。シャール・ベリン・ヌジェリは幼少時代からの友人です。彼は農産物加工業の勉強を選んでいました。3歳年上のラウラは勉強熱心な数学者です。私については多かれ少なかれ都合の良い私の外出がありヘマというあだ名がついていました。1923年ラヴェンナで行われたパックス・ロマナ平和のためのヨーロッパ学生運動の際の会議におけるピエール・ジョルジョの発言の抜粋。言葉は大して役に立たないことを私は分かっています。しかし少なくともカトリックの大学生はイタリア政府の政策に賛成していないことを私たちは主張します。そして全ての民族を失意に導くヨーロッパの政策に私たちは憤慨しているということも。1922年はムッソリーニがイタリアの権力の座につくことで強調されます。ムッソリーニがトリノに来た折に、彼らがカトリック学生運動の旗を彼らの根拠地の窓に立てた時、彼は彼が所属していたカトリック学生活動のサークルから一線を画しました。そして彼は彼らに厳しい手紙を書きました。それからある日、明らかに若いファシストたちが介入してきました。家族のアパートに突然侵入してきて、すべてを破壊しました。杖を振りかざして、彼らを肉体的に外に追い出したのは彼だったのです。翌日、彼の父親の新聞、ラ・スタンパに報道されました。ですから、このことについて、彼は全くたくましかったのです。ピエール・ジョージョについて、カール・ハナーは言いました。彼は、爆発した青年でした。登山、スキー、乗馬をこなすスポーツマン、他の学生とともに快活に、そしてダイナミックな方法で生きることを知っている陽気なタイプの人でした。もし私の勉学がそれを可能にするならば、清らかな空気の中で創造主の偉大さ、その高貴さについて一日中瞑想する日々を過ごしたい。
彼は山岳の人でしたが、水泳や馬術も好きでした。彼は肉体的に自分を発散する青年でした。彼は自分自身を発散する必要があり、スポーツを愛していました。やめろよ。本当に祈りに対しては何をも犠牲にしない人です。たとえ最も美しい山のハイキングが彼に約束されていても、登山者の仲間たちに少し遅れて加わることを覚悟で、彼はまず日曜日にミサに行きます。ピエール・ジョージョーが常に祈りの中に深く根を下ろしていること、この執着を見ることは感慨深いものです。いつも変わらず彼は祈りをしている最中にロザリオを手にしたまま居眠りをしています。彼はとても楽天家なのです。学祭室で彼の声が少し大きいので、ピエール・ジョージョーは目立った存在だと人は語っています。彼はこの喜び、この素朴さを育み、自分をもったいぶらないこと、彼が設立したいかがわしいやつらのグループは本当に美しい例であり、同じくそれは彼が築こうとしたキリストとの構築関係の表現でもあります。De cette relation au Christ fondatrice. ピエール・ジョルジョーは歌うことは大切だと常に言っていましたが、彼はひどく音痴でした。彼が教会に行った時、歌えるように国会室に身を隠し、山で友達と一緒の時は彼が歌わないように常に人が彼の口に飴を入れていました。貧しい人々の傍らで人々に知られず、慎み深く控えめに聖パウロの下で汲み取られたピエール・ジョルジョの自伝。彼は恋に落ちましたが、この恋愛を断念せざるを得ませんでした。両親が別れかけているという問題があり、それは彼を非常に苦しめました。ある日、ラウラ・イルダゴが他の友人たちと一緒に家にやってきました。ピエール・ジョージョーは彼女が彼の家族から、特に父親から受け入れられないだろうということをよく分かっていました。彼の母自身も確かに父よりは妥協的であったとしても熱心ではありませんでした。ピエール・ジョージョーは両親の夫婦関係にすでに緊張があったことを見ていましたので、この家族に深まりつつある亀裂を増やし、さらに問題を持ち込むことを望みませんでした。ちょうどその後、質問をした一人の友人に彼が書いた美しい手紙があります。なぜ私は悲しまなければならないのか、なぜ私は苦しまなければならないのか、いずれにせよ私たちには全ての中で最も美しい愛、それは聖パウロから説かれた愛があります。たとえそれが私のこの世における人生を失うことになろうとも、それは多分全生涯の一つのプログラムです。ピエール・ジョージョーは彼の祈りの中で、特に聖パウロの下で、彼の愛徳の強い人生に必要なエネルギーを汲み取りました。神の慈しみが私たちを押し出します。トリノは社会的成人の町です。私たちイタリア人は彼らの教育者としての活動や慈善実業を立ち上げる活動家に彼らに好意を持っています。サレル教会の創立者聖ヨハネボスコ、最も貧しい人々を神の摂理の小さな家に受け入れて世話をすることの支持者、コトレンゴの名で知られている聖ジョゼフ・ブノア・コトレンゴ、そしてもちろんピエール・ジョージオがいます。コトレンゴでの3番サンドポール講演会によって、ピエール・ジョージオは援助を必要としている人々を援助し続けました。彼は自分を売り込むためのただの一歩も、
ただの一つの動きもしませんでした。家族は彼が誓願を立てることに何の疑問も持っていませんでした。彼の日々は神秘的でした。彼の事前的な行動は突拍子もないもので、至るところで一番物騒な場所においてでさえ彼は体を張っていたと言われています。ジョルジョ、着替えてないじゃないの。今夜はツザレに行くのよ。何、大丈夫さ、大した子じゃないよ。前に靴も履かずコートも着ないで来た時よりはマシだ。貧しい人々や苦しんでいる人々が彼にとっては全てで、それが本当に彼の人生でした。イエスを愛していたので、この愛はイエスのためでした。確かに彼は言いました。イエスは毎朝聖体配慮の時に僕のところに来てくださるから、僕はイエスの貧しい人たちを訪問して祷礼するんだ。すると別の友人が尋ねました。本当にひどかった、ものすごい悪臭を放っている汚いところへどうやって君は行くんだ。この貧しい人々にすることは私にすることだとイエスが言ったことを思い出すのだよと彼は言い、病人や苦しんでいる人や貧しい人たちの周りに光が見えるのだ、僕たちにはない光がと付け加えました。彼にはイエスが見えていたのでした。結局、貧困や定説やある部分での従順についての福音的な忠告を彼なりの方法で生きていました。とにかく貧困については非常にはっきりしています。貧しい人々への愛と同時に貧困が彼自身の生きる態度でした。そして特別なことをせずにこの世でいかにして身を投じることができるのかという模範だと思います。ピエール・ジョルジュは何も特別なことをしませんでした。特別なことといえば、それは彼が特別なことを何もしなかったということです。それは日々の生活で常に神がするであろうということをしたということです。1925年7月4日、ピエール・ジョルジョは1週間苦しんだ後に24歳で死にました。彼のエンジニアとしての証書は彼の死後に与えられました。ピエール・ジョルジョの真の顔と彼の慈悲を発見したのは、集まった貧しい人々の群が見られた彼の葬式の日でした。人々はわずか24年の間にいかにしてこのような美しい生涯を送ることができたのかと尋ね合いました。信仰を持たず、守るべき遺産もなく、続く戦いにおいて真実を支持せずに生きることは生きることではなく細々と暮らすことだ。我々は決して細々と暮らしてはならず、生きなくてはならない。教皇たちが彼をこの高級生ゆえに証人としてワールドユースデーに推薦したのは偶然ではありません。彼は特に慈悲の形を具体化しています。ワールドユースデーのテーマは、慈しみ深い人々は幸いであるです。カオル・ボイチラがクラクフの大司教だった頃に、ある展覧会で彼を慈悲深い人として紹介し、教皇になった後に彼にこのタイトルを与えて副者の列に加えました。ですから、ワールドユースデーを機に彼を知ることは非常に貴重なことです。彼はクラクフのドミニコ会の教会にワールドユースデーの期間中展示されますので、彼のメッセージの深さを大勢の人が発見できることを期待しています。彼は聖なる徳は全ての人に可能であることを証ししました。教皇ヨハネ・パウロ2世、ローマ・サンピエトロ広場にて1990年5月20日、列服の調査に関するホメリー。完全に普通の平凡な生活をしながら、あなたも聖人になることができて、目標を達成することができるのです。
体による福音書5章3節から12節、憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受ける、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、義に飢え乾く人々は幸いである、その人たちは満たされる。おのおのが日常生活の中で聖徳に呼ばれていることを感じて、至福の神髄を味わうことができるよう祈りましょう。今日の数々の争点に対しておのおのが責任を感じ、より正当で有効な世界に貢献することを誓うよう祈りましょう。